ははいいどううもロッテアですす、はい、おはようございます <laughs> あのー、今日もねネタが特になかったのでこの時間になっちゃったんだけどまあねちいかーがあるからまあそのショートはね当然アップするんだけどアップするっていうかもうしてるんだけどあのー、ネタがないっていうかあのー、ね今日ちょっとね <laughs> あの朝からちょっと予定があって、ま,あ、ま,だ,まだこの時間、こんな早くはないんだけど、これ今まだ9時前ぐらいなんだけど、まあ、もうちょっとしたらなんだけどさ、ちょっと予定があってさ、出かけなきゃいけなくて、で、まあ、ある程度寝とかないとしんどいだろうなと思って、まあ、言ってもね、うん、まあ、暑いしな、それだけで体力奪われるし、だるいから、どうしてもね。だから、まあ、ある程度寝とかないとなっていうので、 まあその別に早くは寝てないんだけど変な時間に寝てるんよね結局ね、うん、だからまあその普通にさ12時とか多分昨日寝たの多分1時とかだと思うんやけど普通に <laughs> 12時過ぎか1時ぐらいだと思うんだよだから別にそのめっちゃ早寝をしたわけでもないんだけどなんかだ,だってぶっちゃけさ一昨日とかだったら俺あの8時ぐらいに気絶してるからそれと比べたら全然普通ないよねだけど別しかも1時ぐらいまで起きたから全然その ラジオ撮ろうと思えば撮れたはずないよただ単に俺がぼーっとしてただけな、あのー、だからねこの時期夏はねきついんですよいろんな意味でこういう何かをねやろうと思った時にそのーぼーっとしてる間に時間が経ってしまうっていうあの現象が起きるのでまあ実際問題これもう不可抗力なんだけど時間無駄にしてるじゃんって言われるとその通りなんだけど正直んあのー 気づいたら立ってるんだよ時間があの無になって <laughs> しまってる時間があのもう頭がなんか無駄にクリアになっちゃってるみたいな動いてないみたいな状態の時間が12時間経っちゃってるからこれってさなんかよくねあのまあ俺なんかよくその脳が激しく動いてるとかその止まらないとかさみたいなことを言ってる、まあ、それの逆みたいな意味合いといえばそうなんだけど。 あのー、よく分かりやすく言うとさなんかあの言葉で言うと瞑想とか、えーとまあ、精神統一とかみたいなことで言うと思うんだけど、えー、とまあそんななんかその宗教的なというか <laughs> そんなんじゃなくて、あのー、例えばね休日とか休みの日とかで。 あの特にねあの家族がいる場合は別なんだけど一人暮らしだったり一人暮らしじゃなくてもその自分だけ休みだったり例えば、まあ、休みの周期が他の人と違うとか例えばねあの他の人は土日休みだけど自分は平日が休みだよみたいな時だったらそうなるじゃんか言ったらみんな仕事でとか学校で出ちゃってるけど自分だけ休みだから家にいるみたいな状態にね、まあ、逆もそうなんだろうけど。ってなった時に、まあ、言ったら基本人がいないとで人も来ないと。 でで別にににどっかに出か出けけるるわけでもないいとただ部屋にいるまあその飯食って風呂入ってテレビ見てとか動画見てとかあのツイッターやってとかみたいなことしかまあないような日を言ったらねでまあそんな時にまあゴロゴロしながら特に夏場なんかさ暑いからさ本当にゴロゴロしてさあれ過ごすと思うんだけどそういう時ね時にさあのー まあ何かしてるときはいいんだけど何もしなくてしかもまあ例えば前日とかで疲れてたりとかまあ疲労が溜まってたりとかしたときにまあ当然ねそのやれ仕事だやれ予定だあるときはその割と気を張ってるので人と会ってるときとかはいくら友達とはいえ気を張ってるんであの疲れっていうものはそれでほんは感じないまあ最近疲れてんだよなぐらいのことはあったとしてもその。 意識が飛ぶほその一人になって、まあ、今まで例えば動画見てたりとかテレビ見てたりとかなんかしてる時は良かったけどなんか目疲れてきたなっつって動画を切りますその何,もなくな何も音もなくなりますもうただ単に無音の状態でぼんやりあーなんかでも最近疲れ溜まってんなーみたいな一人でねなった時に急激にさ、まあ、眠いっていうか、まあ、それこそ気絶につながる状況なんだけど。 ぼんやりするとで,でもその、まあ、さっきの気絶じゃないけどあの眠かったらね例えばめっちゃ寝不足とかだったら多分そこで寝たりするんだろうけど休みの日だから当然昼まで寝てるわけよだから別に眠くないんよ。眠くはないけど疲れが溜まってるからそのぼんやりするみたいなもうそのスマホも持たずに何かもするわけでもなくただ単に例えばソファーとかにドカっと座ってぼーっと。 なんか虚空を見てる感じまあその目線もさ多分その真正面を見てるんだけどその真正面に何かあるわけじゃなくてもうほんまにぼっとするみたいな状態ってあるじゃんこれってさ、まあ、割とその休みの日とか,んかみんなあると思うよこれちょっと説明がちょっと、ね、俺が下手くそで長くなっちゃったけどみんなあると思うんだけどあのー、その状態になった時に例えばあの普通のね時間の流れだとさ何もしてないから時間経たないと思うよ普通は。 分かる分かると思うんだけどあの何もしてなかったら時間経たないから暇つぶしで何かしたりするわけじゃんだでもその時って多分ボーっとしてる時って何もしないから時間経たないように思うと思うんだけど逆に経つよねあの何かしてる時よりも時間が早いよねあの下手したらさ気づいたら2時間ぐらい経ってるとか普通にあるでしょそういう時ってあれってもうほんまになんか思考停止とかしててもうそのいろんなものが脳とかが止まってるからもう寝てるのと半ば一緒なんだってね 大体ね、だからまあそういうことってあると思うよね。あの疲れてたりとか、まあ、頭を普段使いすぎてる人とかはね。はい。まあねちょっとまあそういうちょっと小難しい話をしてみたところで特に喋ることはないのでこれ, <laughs> これねこれねちいかわとさ八割とラッコ先生がさあのビシッてなんかポーズとこれねラッコ先生の1は分かるんだけどあ,のであとまあ八割の2もまあなんとなく分か,ちいかわの あ、8割の2じゃないよ。3はなんとなくさ3って感じするじゃんちいかわの2はさ <laughs> これ2か本当にこのポーズみたいな、うん、足をこうやってくってやって2にしてるんだろうねでまあこれさあの一機っ,っていうさま一、あ、機じゃねえかなな,なんだっけなんかそんな感じのゲーム一機は本当にあるゲームだなじゃなくてさちいかわの世界であるなんかゲーセンとかであるゲームネ、ネットゲームかなんかなんかなオンラインゲームかなんかなんだと思うけどであの チーカわと八割がめっちゃうまくなってあのランク2位と3位になったよね。まあチーカーが2位で八割が3位になっただから2位と3位になってるんだけど。で、ラッコ先生が1位って書いてるけど、このさ、ランコ先生の1位はランカーその討伐ランカーの1位であってチーカわと八割はゲームの2位と3位だからさ。別にランカーの2位と3位になったわけではないからね。あのすっげー誤解を招く画像だなと思うんだけどね、これ。はい。 まあそんな感じで、はい、まあ今日は意味なしトークということで、はい、ロッテリアでした、バーイ。